アバシ川は、北海道オホーツク総合振興局管内を流れ、オホーツク海に注ぐ一級河川、アバシ川水系の本流である。北海道アバシ郡津別町南部のアホロ学南斜面に源を発し、北に流れる。大空町名万別住吉で、アバシ湖に至り、アバシリ敷田一条と南三条の境界からオホーツク海に注ぐ。流域人口は、 約8万人。先住のアイヌからは、リンナイという名で呼ばれていた。近現代では、アバシ地方を主に流れる川として、アバシ川と呼ばれている。アバシの語源については、アバシ市を参照されたい。アバシ市内道、川口付近はアバシ郡津別町、美幌町、大空町、アバシ市の一市産町を流域とする。 各自治体と農業業団体などで作る網走川流域の会が環境保全などを目的に活動している。きっかけは2001年9月の台風で濁流が網走湖や川口付近を襲い漁業に大きな被害が出たこと。網走市と網走、西網走の2漁協が協議会を設立して上流を調査したところ各地で 農地や山林が崩落していることが原因と判明。国土交通省北海道開発局の協力も得て、崩落対策のほか河川清掃、子ども向け啓発を行っている。環境改善により、鮭の訴状が増えるなどの効果が出ている。下流より、気祭下流より気祭河川整備基本方針、網走川水系、トップに聞く、網走川流域の開会長。 あばしり漁協組合長、新谷哲也さん、両、脳が連携あばしり側の環境を守る。朝日新聞2019年4月3日。ありがとうございます。